はいどうもこんにちは、ぷんぷんです。今回もねユナイトをやっていこうかなというふうに思います。で、今回も新情報また来ましたのでね、紹介していければなというふうに思います。今回なんですけど、新スキン情報になります。動画などもありますし、またいろいろなねポケモンの新スキンが来ていますので、そちらをね、紹介しつつ、またジムなどもね、どんぐらいで買えるのかってところもね分かっていますので、そこら辺をね皆さんと一緒に共有できればなというふうに思います。はい、まずとりあえず動画の方を見ていきましょうか。はい、こちらがね動画になります。それでは再生ボタンを押します。ポチッと。はい、なんかララランドみたいな感じじゃないかな。アブソルトピカチュウでメガネかけるのがね、おモノクロでかなりオシャンティー、なんかセミみてえだなこんなこと言うとアブソルト引き切れるか。アブソルト入るよ。近海が、なるほど、トレンジャーハンターみたいな感じでしょうかね。はい。うわ、かっこいいね。金のエフェクト出て。で、これ、安納みたいな感じだったね、今。安納出てくるのかなと思ったんですけど、全然違いましたね。メガネ。はい。まあ、特にエフェクトは変わらず、あとは自分のね、はい、服とかもあると。これで終わりか。まあ、詳しくはね、Twitter を見ていきましょうか。はい。はい、こちらがね先ほど PV で流れていたピカチュウの新スキンになりますね。ただね、値段の方を確認しようと思ったんですけど、書いてないっていうところがあるので、ちょっとまだここはまだ決まってないんでしょうかね。はい。で、アブソルも同様に値段が決まってないというところですね。はい。まあなので、これ以外のね新スキンの方を見ていきましょうか。はい、まずこちらですね、ピカチュウとイヤーパレスカビゴンの新スキンになります。こちらのね、ピカチュウにはね、動画があるので、一緒にね、動画も見ていきましょうか。はい、こちらがね、動画になってます。はい。ピカチュウがクリスマスツリーに向かって電気ショックを打っていくと。まあ、燃えなくてよかったねという風な感じですね。可愛らしいですね。で、下にはね、さっきの新 PV のなんかピカチュウがいますね。はい。安納に乗っけてるね。安納メガネをしているピカチュウがいるというところですね。はい。まあ、先ほどの画像に戻りましょうか。はい、値段についてなんですけど、まあ、こちら3個ですね、1個につき、まあ、約5000円ぐらいの課金をしないと手に入らないという風な感じですね。うん。まあ、本当にね、ピカチュウ、イヤーパレス、カビゴンが好きな方だったらね、買っても損はしないのかなという風な感じですね。かなり可愛らしい仕様にはなってるのでね。まあ次見に行きましょう。はい、こちらですね、今回ナーフが受けてしまった欲張り数が2個スキン来てるという風な感じですね。あとはこれ結構皆さん待ち望んでいたんではないかなという風に思います。まあ比較的に400ジェムというところもあるので、先ほどのねピカチュウ、カビゴン、イワパレスよりかはお買い得になってるのかなというところですね。まあ値段で言うと1000円ぐらいで課金ができるというところです。はい、はい、こちらゼラオラですね。はい、まあここもナーフ受けてしまったというところですけど、真ん中のねトビの格好をしてるゼラオラすげえかっこいいなというふうに思いますね。はい、まあ左は何だろうね、ちょっとよくわからない格好をしてますけど、サウナスーツ着てるのかな、ちょっとよくわかんないけどね。うん、まあこちら左と右のマンムは約1000円の課金で手に入るというところですね。で、真ん中のゼラオラは、まあ、3000円ぐらいの課金をすると手に入るというところですね。まあ、真ん中のゼラオラね、かなりトビのね、格好してるやつはかっこいいので、まあ、自分そこまでゼラオラは使えないんですけど、買いたいなというふうには個人的には思います。はい、次ですね。ここはガブリアス、サーナイト、カイリュウというふうなね、三進化ポケモンが並んでいるというところです。ただ帽子を乗っけてるというふうなね、感じなんですけど、1000円課金すれば帽子が乗っけられるよというところですね。まあただ帽子乗っけるだけだったらね、ちょっとねっていうところがあるので、カイリュウはね、まあリボンとかもあるので、まだ課金してもいいかなというふうには思いますよね。で、次に新しいスキンとしては、バリアード、ヤドラン、キューコンというふうな感じでね、また来ています。まあこの3種類ね、1000円ぐらいで買えるというところもあるので、まあ安いっていう風な感じではありますよね。この真ん中のヤドロン可愛いなっていうところもあるので、いいですね。次、はい、こちらカメックスですね。まあ同じ400ジェムで買えるっていうところがあるのでね、なら右の方がいいかなっていうところはありますけど、まあ、クリスマスの季節を楽しむなら左の方でもいいのかなというふうに思いますね。はい、あとはね、先ほどの画像ではなかったんですけど、カビゴンのまた新しいねスキンが来てるというところでね、はい、こちらも紹介していこうかなというふうに思います。こちらも400ジェムで買えるというところがあるので、まあ約1000円ぐらいのね課金をしていただければ手に入るというところですね。うん、で、次、こちらですね、ルカリオも約400ジャムで買えるというところなので、1000円ね、課金していただければ手に入るというところですね。かなりね、ルカリオとカビゴン、可愛らしいスキンになってるのかなというところもあるのでね、買ってみるのもありなのかなというふうに思います。はい、新スキン情報はどうだったでしょうか。かなりね、可愛らしかったかなというところもありますね。はい。まあ皆さんね、お財布などに余裕がありましたらね、買ってみてね、衣替えしてみるのもありなのかなというふうに思います。またね、新しい情報など来ましたら、随時紹介していこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。